おはようございます。これより本日の会議を開きます。この際、議案第1号から議案第44号まで以上44件を一括議題といたします。これより質疑に入ります。議案第1号の質疑を許します。質疑はありませんか。議案第1号の質疑を終結いたします。議案第2号の質疑を許します。質疑はありませんか。議案第2号の質疑を終結いたします。議案第3号の質疑を許します。質疑はありませんか。議案第3号の質疑を終結いたします。議案第4号の質疑を許します。質疑はありませんか。議案第4号の質疑を終結いたします。議案第5号の質疑を許します。質疑はありませんか。議案第5号の質疑を終結いたします。議案第6号の質疑を許します。質疑はありませんか。議案第6号の質疑を終結いたします。議案第7号の質疑を許します。質疑はありませんか。議案第7号の質疑を終結いたします。議案第8号の質疑を許します。質疑はありませんか。議案第8号の質疑を終結いたします。議案第9号の質疑を許します。質疑はありませんか。議案第9号の質疑を終結いたします。議案第10号の質疑を許します。質疑はありませんか。議案第10号の質疑を終結いたします。議案第11号の質疑を許します。質疑はありませんか。議案第11号の質疑を終結いたします。議案第12号の質疑を許します。質疑はありませんか。議案第12号の質疑を終結いたします。議案第13号の質疑を許します。質疑はありませんか。議案第13号の質疑を終結いたします。議案第14号の質疑を許します。質疑はありませんか。福田議員。議案第14号、平成30年度。南国市介護保険特別会計予算について伺います。これは後の税条例にも関連しますけれども、ここで一括してお聞きをしておきたいと思います。今回の介護保険料引き上げになりますけれども、福田議員、すみません、ちょっとマイク下げてくれますか。口元すみません。すみません。聞こえませんので。はい、すみません。どこから言ったらいいんでしょう、はい、いただいた資料によりましても、全体で 7.7% の増ということになりますけれども、財源の内訳も、国、県、市の負担分はそのままで、65歳以上の方、そして40歳から64歳までの方の負担が増えるという中身になっておりますけれども、これを決定要するにあたり、審査の過程で高い保険料というのは審議をされたと思いますが、この額に決定をされた、その経過をお聞きをいたします。長寿支援課長。福田議員さんのご質問にお答えいたします。介護保険の財源構成につきましては、被保険者の方に納めていただく保険料と、国、県、市町村による公費が
50% ずつとなっております。保険料は65歳以上の第1号被保険者と40歳から64歳の第2号被保険者に分かれており、平成30年度から1号被保険者の負担が 1% 増えて 23% となり、2号被保険者の負担が 1% 減り 27% と変更になります。これにつきましては、社会全体の年齢別人口比率より決定されるものです。以上でございます。福田議員。答弁いただきましたが、介護はますます今後増えてくるわけですけれども、公費をそのままにして、介護が必要な人に負担を増やす、このやり方はもう破綻をしていると。今収入が少なくて年金のない方が多い中で破綻をしているのではないかというふうに思いますが、まあ、国の法律に基づいて南国市はこれをやっているわけですけれども、これまで基金も入れながら激変緩和処置は取られてきたわけですけれども、これ以上の引き上げは負担ができないという市民の方が大変多いのが現状です。で、まあ、今回残念ながら引き上げになったその中身というのが公費負担の少なさだと思うんですけれども、市は市民の皆さんの状況を分かってますから、それぞれ対応されたと思うんですけれども、国や県の考え方について、この負担が重すぎるということについて、国や県は平気というか、どういう考えでこういうやり方を続けようとしているのか、分かっていれば教えていただきたいと思います。長寿支援課長。今回介護保険料の改定にあたりましては、市といたしましては急激な保険料の上昇を抑制するために基金を活用しているところでございます。今後も介護給付費が増大していくということが予想されますが、6期に引き続きまして介護保険の基金を活用いたしまして、被保険者の方の負担をできるだけ抑制するということに努めております。国や県の考え方ということでございますけれども、市といたしましては被保険者の方に負担を重くしないということのための基金の活用ということでございますが、今後も介護保険につきましては保険料の上昇を抑えるための手立てということにつきまして、できることは国の方にも求めていきたいと考えております。以上でございます。福田議員。国の方には声を上げてくださるということでしたので、ぜひ市長には市長会を通じてですね、介護保険料引き下げのために公費を増額するということを要求をしていただきたいと思います。これは要望で終わりたいと思います。以上です。他に質疑はありませんか。議案第14号の質疑を終結いたします。議案第15号の質疑を許します。質疑はありませんか。議案第15号の質疑を終結いたします。議案第16号の質疑を許します。質疑はありませんか。議案第16号の質疑を終結いたします。議案第17号の質疑を許します。質疑はありませんか。議案第17号の質疑を終結いたします。議案第18号の質疑を許します。
質疑はありませんか。議案第18号の質疑を終結いたします。議案第19号の質疑を許します。質疑はありませんか。議案第19号の質疑を終結いたします。議案第20号の質疑を許します。質疑はありませんか。議案第20号の質疑を終結いたします。議案第21号の質疑を許します。質疑はありませんか。議案第21号の質疑を終結いたします。議案第22号の質疑を許します。質疑はありませんか。議案第22号の質疑を終結いたします。議案第23号の質疑を許します。質疑はありませんか。議案第23号の質疑を終結いたします。議案第24号の質疑を許します。質疑はありませんか。議案第24号の質疑を終結いたします。議案第25号の質疑を許します。質疑はありませんか。議案第25号の質疑を終結いたします。議案第26号の質疑を許します。質疑はありませんか。議案第26号の質疑を終結いたします。議案第27号の質疑を許します。質疑はありませんか。議案第27号の質疑を終結いたします。議案第28号の質疑を許します。質疑はありませんか。議案第28号の質疑を終結いたします。議案第29号の質疑を許します。質疑はありませんか。議案第29号の質疑を終結いたします。議案第30号の質疑を許します。質疑はありませんか。議案第30号の質疑を終結いたします。議案第31号の質疑を許します。質疑はありませんか。議案第31号の質疑を終結いたします。議案第32号の質疑を許します。質疑はありませんか。議案第32号の質疑を終結いたします。議案第33号の質疑を許します。質疑はありませんか。福田議員。議案第33号南国市国民保険と税条例の一部を改正する条例についてお尋ねをいたします。長年の市民からの要望でありました資産割を今回なくすことになり、所得割、均等割、平等割による3方式に国保税の計算方法が変わることになりました。これまでは資産割、失礼しました、固定資産税を払いながら国保、あるいは後期高齢者、介護保険等に算出基礎となり、大変負担の重いものでありまして、3方式になり、資産割が省かれたことについては、市民の皆さんも歓迎をされているところです。ただ、その時に心配をされたのは、資産割がなくなったことで、所得割が増えるのではないか。これは、当分の所得のある方にとっては、それは当然支払い能力があるということで、やむを得ないこともありますけれども、残念ながら、南国市の平均所得というのは、かなり低いというのが、これまでにも執行部の方から答弁もあって、言われてきたところですが、今回、この国保の税を3方式にする過程で、市民の負担をどのように軽くするか、このことが議論をされたと思いますが、介護と同じように、その経過についてお聞きします。市民課長。福田議員の質問にお答えいたします。
まず県市の検討会において所得が高知県全体で低いことをどうするかということを議論をいたしました。ある一定所得が低いことについての配慮をいたしまして、所得について国から入ってくるお金というものを活用して県全体での納付金を下げるということをまずしております。次に南国市ですけれども、南国市の方は納付金が示された後、いろいろと来年度どういった税率にするかということを計算をさせていただいております。まず納付金が少し下がったという中で、付加総額を一定引き下げる、2500万弱引き下げるということで、全体的に所得割にかかる、所得割に振り分ける、均等割、平等割に振り分けることで、税額が上がることについて少し緩和をしているということがございます。次に、まず所得割に全額を振り分けた場合、それといろいろと税率を見直した場合ということで検討いたしました。所得割に全額を振り分けるとかなり影響が出るということになりますので、県の示してきました標準税率よりも一定均等割、平等割の方に振り分ける、また世帯の人員が多い方にたくさんかからないように、均等割の方の割合を、金額を少し下げるということで、負担の軽減をしております。以上でございます。福田議員。いただいた資料でも先ほどご説明いただきましたように、それぞれの均等割であるとか平等割であるとかいうところで努力をしていただいたことはよく分かりました。ただ国保についてはもともと高い負担です。無職の人だとか年金のない方が入っておられる制度ですから、県も国も当然、大分の負担、そして市も大分の負担をするべきだということで、今までも言ってきましたけれども、今回、県単一化になって、軽くなったところがあるのかどうか、お聞きをします。その1点だけお願いします。市民課長。まず県全体で必要になる医療給付という医療費というのは変わりませんので、全く同じ状況であれば平成29年度と県全体の付加総額は変わらないことになります。ただそこで国の財政支援とかそういったところを入れることで必要な金額よりは若干負担が軽い形で全体的に付加がされております。福田議員。要望しておきたいと思いますが、今後単一化によって今まで南国市が目配りができていたところができなくならないように、ぜひ加入者の実態もきちんと把握をしながら運営をしていただきたいと思います。要望して終わります。他に質疑はありませんか。議案第33号の質疑を終結いたします。議案第34号の質疑を許します。質疑はありませんか。議案第34号の質疑を終結いたします。議案第35号の質疑を許します。質疑はありませんか。議案第35号の質疑を終結いたします。議案第36号の質疑を許します。質疑はありませんか。議案第36号の質疑を終結いたします。議案第37号の質疑を許します。質疑はありませんか。
議案第37号の質疑を終結いたします。議案第38号の質疑を許します。質疑はありませんか。議案第38号の質疑を終結いたします。議案第39号の質疑を許します。質疑はありませんか。議案第39号の質疑を終結いたします。議案第40号の質疑を許します。質疑はありませんか。議案第40号の質疑を終結いたします。議案第41号の質疑を許します。質疑はありませんか。議案第41号の質疑を終結いたします。議案第42号の質疑を許します。質疑はありませんか。福田議員。議案第42号、大城小学校校舎増築工事建築主体、請負契約の締結についてお尋ねをいたします。現場の先生などは、やはり増築をされるということで、保護者も含めて賛同される方、心待ちにしておられる方がたくさんおいでになるわけですが、今回、この入札状況を見ますと、予定価格と最低制限価格が分かりませんが、今、突然質問をしておりますので、分からなければ、委員会までにいただきたいと思うんですが、ここで分かれば教えてください。財政課長。大城小学校の校舎増築工事につきましては、予定価格は2億3280万円となっております。で最低制限価格につきましては、2億952万円、これはいずれも税抜きでございます。以上でございます。福田議員。少しすみません、通知をきちんとよう聞き取りませんでしたけれども、他の業者さんがすべて失格になっておりますけれども、これは先ほど答弁をされた、ごめんなさい、聞き取らずに再質問をして申し訳ありませんが、予定価格を超えていたことになるんでしょうか。財政課長、ちょっと大きな声で発言をお願いします。はい、はい、すいません、聞き取れにくかったということで、繰り返しますけれども、予定価格が、2億3280万円で、最低制限価格が2億952万円となっております。で今回、入札参加業者が8社ございまして、そのうち6社が失格となっております。これはいずれも予定価格を下回ったということでの失格、予定価格、最低制限価格を下回ったことによる失格でございます。残り2社のうち、最も安価な、業者が2億1038万円で落札をされたということになります。以上です。他に質疑はありませんか。議案第42号の質疑を終結いたします。
議案第43号の質疑を許します。質疑はありませんか。議案第43号の質疑を終結いたします。議案第44号の質疑を許します。質疑はありませんか。議案第44号の質疑を終結いたします。これにて議案に対する質疑を終結いたします。お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第44号は、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって作用を決しました。これより討論に入ります。討論はありませんか。討論を終結いたします。これより採決に入ります。議案第44号を採決いたします。本案はこれに同意することを賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第44号は同意することに決しました。ただいま議題となっております議案第1号から議案第43号まで、以上43件はお手元に配布してあります議案付託表のとおり、それぞれの所管の常任委員会に付託いたします。これにて本日の日程は全部終了いたしました。お諮りいたします。明13日から18日までの6日間は委員会審査等のため休会し、3月19日に会議を開きたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって作用を決しました。3月19日の議事日程は議案等の審議であります。会議時刻は午前10時。本日はこれにて散会いたします。ご苦労様でした。